はい、喫煙動画、手巻きタバコの喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、ペペのリッチグリーンです。うん。これですね、マニ島の金、ゴールドがもう終売になってしまって、それに似たタバコを俺が探そうということで探してみた結果、2チャンネルではですね、2チャンネルのスレだと、こちらが一番似てるという人が、まあ、多くて、うん。だということで買いました。100% バージニアーバを使用しているとのことです。そして、無添加でございます。無添加タバコ。となっております。うん。まあ、100% バージニアといえば、まあ、ゴールデンバージニアとか、ね、はあるとは思いますけど。まあ、どうなんですかね。どう違うのか。アパッチもね、ちょっとね、買ってみたいんですけどね。マニ島の金の会社が、まあ、マニ島金をやめて、アパッチにしたみたいな感じなんで。このアパッチがちょっと、気にはなっているんですけど。ね。まあ。あ、ゴールデンバージニアって、あ、バージニアだけじゃないんですかね。ゴールデンバージニアってね。多分。まあ、ペペリッチグリーン、100% ナチュラルのバージニアパーを、使用した本物の味わい。あ、マニ島と同じ製造物とあって。あ、やっぱ、これなんかね、俺もなんかマニ島と同じ製造元っていうのは聞いたことがあって、あれ、アパッチの方だったかなと思って、勘違いしてたかなと思ったんですけど、一応同じ製造元らしい。どうやら。どうやら。こちらの、軽い版のイージーグリーンっていうのもあるみたいです。うん。ね。まあ、とりあえず。で、今日じゃねえや。買ってきたのが、新しく買ってきたのが、このピュア。ピュアレギュラーフィルター200。と、コルツの、チャコールスリムフィルター。も買ってみました。ちょっと最近ね、下焼けというかね、吸うとですね、口の上がね、焼けてしまって、なんか痛いことになってしまうのがちょっと気になってまして。スモーキングのグリーンペーパーついてきました。スモーキングはいいブランドなんですが、グリーンはあんまり良くないんじゃないか、これ。わかんないけど。わからん。まあ、とりあえず。あ、若干、加湿。なんか加湿してお楽しみくださいって、そこのサイトに書いてあったな。どっかのサイトに。あんまりやっぱり、無添加だから加湿されてないっていうか、加湿剤みたいなのが入ってないんでしょうね。おそらくね。だから多分、加湿しないと、厳しいよ、みたいな。まあ、とりあえず、加湿はしないで、ちょっと吸ってみたい、と思います。けど。最近ですね、俺今までかなり少なめのシャグ入れて吸ってたんですけど、それだと可燃症が起きやすいみたいで。うん、だから最近は割と、スリムフィルターを卒業して、割とぎっちり詰める感じで。とりあえずこれスモーキングのグリーンはこれいらん。やっぱスモーキングのブラウンかな。
安定のスモーキングブラウンで行きたいですね。割とぎっちり詰めた方が多分 0.7g ぐらい、まあつっても憶測なんで、割とぎっちりめでしっかりめに詰めて、ぎっちりめっていうかしっかりめに詰めてみて、うん、香りも、あ、逆に詰めた。香りちょっと嗅いでみる。うん。バージニアの酸味が全然ないですね。あれ、酸味の効いた香りが全然しない。ドミンゴバージニアとか、ゴールデンバージニアにある酸味が全くしない気がする。まあ俺だけだろうか。酸味、酸っぱい香りみたいなのが、普通バージニアだと、あるんですけどね。まあ上等でしょ。はい、それでは吸っていきましょう。おお。うん。酸味が全然ない気がする。うん。マニトー菌はこんな感じだったのか。あ、美味しいですね。なんか、不思議な香りがするね。ちょっと。ゴールデンバージニアなんか全然違う。バージニア 100% なのに。あれとは全然違うし、ドミンゴバージニアとも全然違うし。どちらかっつうと、やっぱり、なんだ。これあれ、アメスピに似てる気がするな。アメスピのオーガニックだっけ？うん。酸味はない。結構香りが。うん。ちょっと独特な香りですね。うん。あ、これ美味しいな。バージニアって結構酸味が俺強くて、まあそれがちょっと苦手だった部分もあったんですけど、苦手っていうかね。まあうまいんですけど、うん。うん。うん。チェとかね。にも似てる気がする。やっぱ無添加タバコだから、そこら辺似てるんかな。結構プレーンな香りですね。
うん。プレーンな香りなんだけども、やっぱり、うまいっていうか、ちょっとほのかにいい香りがして。まあちなみにそう、値段言ってなかった。これ 30g で660円。安い。ああ。これ美味しいな。うん。この、ああ、そうそう。あんまりね、タバコの葉っぱをね、少なくしてやると結構可燃症が起きやすいんで、うん。空気の通りが良くなるから、その分加熱されて、ね、なっちゃうんですね。だから割と、しっかり詰めた方が、うん。多分、可燃症、クールスモーキングはやりやすいんじゃないかなと、は思います。そして、ちょっとね、下焼け防止に。シガレットホルダーを。あ、アメスピのオーガニックは、バージニア 90% に、バーレーが 10% らしいですね。で、ドミンゴのバージニアが、バージニアをバーレーやす、バーレーや、エアキュアドタバコとブレンド。オリエンタルタバコも隠し味にブレンドって書いてあります。まあ一応ドミンゴにも、ね、無添加タバコありますけどね。まあ、ドミンゴシリーズは、グラム単価が安いんで。うん。うん。これもまた、美味しいですね。うん。うん、まあ良くも悪くも結構プレーンな味わいのタバコなんではないでしょうか。まあ、マニとゴールドが吸ったことないんで、それとの比較は難しい。けれども結構、ゴールデンバージニアとも全然違うし、ドミンゴバージニアとも全然違うなっていうのは分かりました。まあ、どちらもね、バージニア主体の、まあこれバージニア 100% ですから。ね。もっと酸っぱいもんかなと思ってましたけど。もう酸味なんてほとんどない。ほぼないですね。
アパッチ。アパッチか。アパッチもちょっと吸ってみたいんですけどね。アパッチ。若干アパッチは高い。グラム的にね。あ、バリシャグのハーフスワレとかも吸ってみたいですね。ハーフスワレっていうのが何なのかっていうのが、ちょっと気になるんで、マックバーレンのハーフスワレもちょっと吸ってみたいんですけど。ハーフスワレットは何ぞやって。あと関係ない、個人的に吸ってみたいのが DJ ミックスシャグのミント&クローブ。これですね。まあ俺、あのクローブタバコ大好きなんで、これも吸いたいな。未だに最強のタバコは、あの、ガラムメンソールっていう。一番好きなタバコは、ガラムメンソールでございます。ドラムのメンソールも吸ってみたいですね、ちょっとね。あとは、エクセレントマンゴー。これも美味しいらしいんで。あとは吸ってみたい。アメスピの、あの、オリジナル。アメスピのオリジナル。もうちょっと吸ってみたいかな。あと特にない。まあ、だいたい俺の行く店は割と売ってるんで。まあ多分大体大丈夫だと思うんですけど。まあまた8月になんか新しいの出るとかなんとか言うとった気もするんですけどね。あ、あとファーベストのバニラもちょっと吸ってみたいな。コルスのバニラうまくなかったからね。まあ、今んとこやっぱドミンゴバニラが一番バニラ感がいい感じだと思いますね。前回のコメントでありましたけど、コルスのバニラはなんかバターの焼いた香りがするんですよね。確かにそう言われてみると、なんかあの、バニラじゃねえような香りすんなと思ってたけど、確かに、あれだな、バターの焼いた香りがするな、あれな。
バニラじゃねえじゃん、あれ。しかも単品で吸ってもうまくねえし、あれ。変な味がする。うん。これは美味しいです。ペペ。リッチグリーン。マニトーキンに似てるのがリッチグリーンらしいです。もう一個の方の、あの、なんだっけ。イージーグリーンは、そういうのは聞いたことない。まあ、なんか伝説的になってますけどね、マニトーキンがね。もはや。俺の中でなんか、ああ、吸ってみたかったなーっていう、なんか、今更ながら。まあ結構2ちゃんの連れの人は、ね、すごいマニ島の金が、お気に入りの人が多かったみたいです。うん。これは美味しい。結構。バージニアとは思えない。酸味が全然なくて、非常に吸いやすいっていうか、なんだろうな。まあ同じ製造元らしいですからね。マニトーキンとね。うん。マニトーキンと、メイドインジェーマニー。ジェーマニーってどこだ？なんだろう。マニ島と同じ製造元。製造元が特にどこに書いてあるのか。ちょっと読めない。ジョハン・ウィリアムって書いてありますね。ボン・エッケン。人の名前でしょうかね。うん、まあわかりません。これは四つ星。うまいです。値段も手頃なんで、ぜひ。30g で660円だっけ。これはぜひ。それではご視聴ありがとうございました。